アルテム・アナトリオビチ・クラベツは、ウクライナ・ドニュプロ・ペトローシク州ドニュプロ・ゼルジーンシク、出身のサッカー選手。今夜スポール所属。ポジションは FW。ウクライナの FC、ディナモ・キエフのユースチームでキャリアをスタートさせ、2008年からトップチームに昇格した。2016年1月4日。 ドイツ分でスリーガの VFB シュトゥットガルトへ2015の2016シーズン終了まで半年間の期限付き移籍をした。2016年8月30日、ラリーガサンタンデールのグラナダ CF に1年間の期限付き移籍をした。2017から2018シーズンより FC ディナモキエフに復帰。2018年、トルコのカイセリスポルに移籍した。 ウクライナ代表として2008年3月26日、親善試合のセルビア代表戦で初招集を受けた。しかし、デビュー直前に負傷した。2011年2月8日、ルーマニア代表戦でデビューを果たした。2015年6月9日のジョージアとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。